台風10号は午前11時現在、熊本県付近にあると推定されています。今後、県内に接近する可能性もありますが、現時点で山形新幹線などについては計画運休は予定されていません。台風10号は午前11時ごろ、熊本県付近にあり、時速15キロの速さで北寄りに進んでいるとみられています。 JR 東日本によりますと山形新幹線および県内の在来線は始発から通常通りの運行となっています週明けに県内に接近する可能性もありますが現時点で山形新幹線などについては計画運休は予定されていませんまた日本航空と全日空によりますと県内の空の便も始発から通常運行で 今後の欠航などの見通しは発表されていません。